マチートは、キューバ、ハバナ出身のコンガ奏者で、ラテンジャズミュージシャン。アフロキューバンジャズの源流を作り上げた人物として知られる。マチートとは、小さい子供の意味で末っ子を示す。実際は、妹のグラシエーラがいて、彼女は彼の楽団の歌手を務めていた。1941年に、マチートがマンボのバンドを始めたとき、義理の兄弟であり、 ビバップのトランペット奏者で編曲家のマリオバウサがマンゴをジャズに取り入れ、自らのバンドをアフロキューバンズと名付けた。これがジャズのインプロビゼーションをアフロキューバンのリズムに取り入れた最初の試みであった。1983年にグラミー賞ベストラテンレコーディングスをマチートヒズ・サルサビックバンド82名で受賞。1984年にイギリス ロンドンのツアー中、ロニー・スコットのクラブにて、致命的な卒中により死去した。1987年に、彼のドキュメント映画街と、エーラテンジャズ・レガシーが発表された。ありがとうございます。